なんでこんなとこにいるんだろう私は何やってんだろう何のために生まれて何をして生きるそんなの知って何になるのみんなは普通に就職して ちゃんと生きてんのに。ほんとに私、何やってんだろう。馬鹿みたい。これは、まさに、4年前の今日、地球の裏側のペルーの私の状態でした。英語も喋れない。スペイン語も話せない。宛先も、行き先もない。 海外も初めての一人旅です。地図も持っていませんでした。地図といえば、こんな小さな、旅先であったリョさんという人がくれた、こんな小さな地図を持って、私は一人旅をしていました。何のために生まれて、何をして生きるのか、そう書いたノート、 握りしめて。人は何で生きてるんだろう私たちはどこから来てどこへ行くの世界はなんで平和にならないんだろうそんなことを考えたことありませんか私は幼い頃から ずっとそんなことばっかり考えてる子供でした。世界のどこかにその答えがあるかもしれない。宇宙のどこかにその答えがあるかもしれない。普遍の真理それはもしかしたら答えかもしれない。そう思っていました。そんなこといいよ。そんなこと考えて何になるんだ もっと気楽に生きろよ。そういうふうに言われるかもしれません。だけど私は無理でした。私はそれを知らないと生きていけない。そんな思いでした。だってどこかに平和の答えや私たちが生きている答えが絶対あるような気がして。だから大人になっても そんな途方もない根源的な疑問をずっと諦めずにいました。そして4年前の今、このように私はペルーに一人旅に行ってたんです。さて、皆さんは旅に出たことありますか忘れられない旅をしたことありますか 旅ではなくても人生でこの期間だけはどうしても忘れられない。そんな思い出があると思います。私のペルーの旅はまさにそれでした。ネットもない、パソコンもない、携帯も使えません。地図も持ってないんです。途中でグーグル先生にこう頼るわけにもい,かいきません。 何にも頼るものがなくなったとき、私が頼れるものは私自身でした。私はだんだん自分自身を信じ始めていました。そして私が全て知る必要はなかったんです。なぜなら必ず世界が教えてくれたから。私は困ったとき、必ず誰かが助けてくれました。 どうしても次の行き先が分からなくなった時たまたま出会った男の子がその行き先を導いてくれることもありましたその行った先が本当に合っているか分からなかった時一本の大きな木がここで合ってるよという目印になりましたどうしても悩んで悩んでその答えが見つからなかった時 村人の男の子のその日見た夢が私の答えになったりもしました。そんなふうに私は旅先で必ず何かサインのような目印を見つけていきました。それを前兆と呼んでいました。私はその前兆を一つ、一つ、一つと辿っていきます。 だんだん全長を読むのが上手くなってくるんです。そして全長をたどってたどり着いたとき、それはガイドブックにも載ってないようなペルーの小さな村でした。そこの村で私はシャーマンに会います。シャーマンとは私たちが生きているうちに ついつい忘れてしまう大切なことを思い出させてくれる存在です何のために生まれて何をして生きるのかもしかしたらその答えが見つかるかもしれない私はそう思ってシャーマニックに参加することにしましたそれは4年前1月の大きな満月の日でした 私のすべては粒子になりました。目、鼻、口、手。私がこの確かだと思っていた、この世界を感じていた感覚がすべて変わってしまったんです。怖くて、こうやって体を触ります。一生懸命触るんです。だけど、触っている。それが何だったのかわからなくなりました。 こうやって今日見るんです。一生懸命。目で見るんですよ。ちゃんと見ている。だけど、見るという感覚もわかりません。私の世界はゆらゆら揺れ、また固まり、またゆらゆら揺れてきました。すべてのものの境界線は曖昧になり、私は自分というのもわからなくなりました。 あれどこまでが自分え、待って。自分。自分ってなんだっけ自分そういうふうにわからないんです。私の世界に確かなものはなくなりました。その時思ったんです。私は今までこの世界も、そして人も、私自身が 確かだと思っていたすべてのものはこの私という感覚を通してでしか見たことがなかったすべては私が見ていた世界だったかもしれないもしかしたら全部夢だったのかもしれないその時私は目の前から 大きな大きな孤独に飲み込まれてしまいました孤独でした一りぼっちでしたすべて一つなので私しかいませんそしてその時すべては思い通りになる世界でだってすべては一つだからだから本当は99%が奇跡なんだそして1%の 思い通りにならない世界の方が、本当はこの現実の方が奇跡だったんだ。なんだ、そうだったんだ。私は、もし、もしもう一度生きれるなら、こうやってこの腕でしっかりと人を抱きしめたい。声があるうちに、愛してるよ、大好きだよ、寂しい、悲しい、辛い、本音を言いたい。 この目で、この目で星、月、自然、当たり前のもの、綺麗なものを見ていきたい。なんでそれができなかったんだろう。もう一回、もう一回願いを叶うなら、私は生きることをまた選び直したい。選びたい、選びたい、選ぶんだ。 奇跡の中でもう一回,回奇跡の中を生きるんだそう思った時ドーンと体にすごい重力がかかり私は戻ってきましたそれから私の人生はどうなったでしょうか それは生き直したかのように全く別物になりました日常が奇跡だと思,い思えるようになったのですだけど何のために生まれて何をして生きるのかその答えを知りたくて体験したんですその答えっていうのは人は孤独ということ結局全部 夢だったっていうこと私は自分が体験したその答えをどうやって受け取っていいのかわからなくなりました。そしてまた探しに行ったんです。宇宙が持っていないなら、いや宇宙がそういう答えなら、もしかしたら神様は違う答えを持っているかもしれない。そう思い、私はインドに行きました。普遍の真理は 違う答えがあるかもしれない。そう思い、長い長い瞑想をしたこともあります。誰かが、この人が、偉い誰かが、答えを持っているかもしれない。そうして私は、世界中を探し回りました。そして、待っていました。私の、すべての体験が、経験が、そして、たくさんの気づきが、私の中で、 一つになっていくの。そして、やっとです。ついにです。答えを見つけたんです。ずっと探していた宇宙の世界の答えです。平和になる糸口かもしれません。それは、宇宙には、世界には、答えがないということでした。 答えはなかったんです。誰も世界の答えなんて持ってはいませんでした。宇宙は世界は自由自在。何でもなり得たのです。答えがない。何にもない。というのが答えではありません。宇宙は何でもいいんだよ。何でもいい。そう言っていつも 両手を広げててて待っていてくれたんです私が地球の裏側にまで行って答えを探しに行った時も一体どれが愛なんだろうこの世界は愛なんかないんじゃないか人は結局孤独かもしれないそういうふうに思った時も片時も見放さずずっと愛してくれていましたそれは幾重にも幾重にも重なった。 方もない愛でした何でもいいんだよ何でもいい答えなんてないんだからその時やっと分かったんです私が本当に知りたかったのは宇宙や世界や普遍の真理やそういう答えではなかったということ私は誰かに言ってほしかった 本当はね、世界は愛でできているんだよ。どんな世界であっても、それは愛でできているんだよ。本当はね、どんな人も愛なんだよ。誰もが愛から生まれたんだよ。私たちは自由なんだ。何からも縛られていない。私はそう言ってほしかった。宇宙の答えや、 世界の答えが普遍の真理がそうだとそういうのが答えだと言って欲しかっただけど宇宙には答えはありませんでした宇宙は世界は私が世界は愛なんだそう選ぶのをずっと待っていてくれたんです 世界の平和になる答え、答えはないのでそれはわかりません。だけど、わかったことはあります。それは私たちは今、ここからいつでも選び直せるということです。過去や未来はありません。今、ここしかないのです。ここでしかいつも起こっていないのです。 少し考えてみてください。自分の生い立ち。どんな過去がありますかどんな経験をしましたかちょっと考えてみてください。今度はもっと大きいところに行きます。この世界は今どんな風になっていますかいい方向に行ってますか悪い方向に行ってますか自分の国ははい。 そして、戻ってきてください。今、ここです。私たちは過去、歴史、そういうものはすべて、この記憶の中にあるんです。そして、さっきみたいに、今、ここから私たちはいつも見渡すことができる。私たちが今、自由に、 最善を自由に選べるように、過去や歴史、経験、それは今を選ぶ材料でしかないのです。過去は私たちを縛ることではありません。歴史も繰り返すものではありません。私たちのすべてのこの今のためにあったのです。では、少し みんなで選び直してみませんか少し目をつぶってください。画面の向こうの人も目をつぶってください。自分のインナースペースに聞いてみてください。あなたが本当はこんな世界だったらいいのに、本当はこんな人生だったらいいのに、そう思うものありませんか 自由に仕事ができたらいいなもっと愛し合っていきたい具体的なこともあるかもしれないだけどもっと感覚的なことかもしれない人とつながり合っていきたい思い合っていきたいもっと優しい世界にいきたいもっとクリエイティブにいきたい平和にいきたい <laughs> はい目を開けてくださいもし何かこういきたい こういう世界だったらいいのに、そういうものがあるなら、そしてそれを誰かに、それでいいよと言ってほしかったら、私たちは今ここから選ぶことができる。そして世界や宇宙は答えを持っていません。あなたがそう生きる、その答えをみんな待っています。世界に絶望するなら、私たちが希望を歩けばいい。 生きたい人生がこの世界にないなら私たちがそう生きてその答えを作ればいい何のために生まれて何をして生きるのか答えられないなんて嫌だこれは私の長い長い問いでしたそしてこれからも答えなき問いは続いていくでしょうだけど私はもう決めた 答えがある世界はもう終わり宇宙の答え探しはもうおしまい私は自分の人生をブラボーと愛しながら生きていきたいだって愛でできたこの世界を愛するために生まれてきたんだから <laughs>